瀬戸市指定の花である椿瀬戸ちゃん10月1日。2005年に本国際博覧会が開催される際に、瀬戸、まるっと、ミュージアム構想が提唱された。まるっととは全部という意味であり、瀬戸市全体を美術館や博物館に見立てて、観光振興を目的に構想されたものである。2001年に、瀬戸、まるっとミュージアムのシンボルマークが公募により、 決定された。2009年3月にセト・マルット・ミュージアム推進プランが策定された。セト・マルット・マガジンの総刊号が2011年11月1日に発行された。セトちゃんの関連グッズが多数作成されている。ありがとうございます。